歌聞いた？そういえば水瀬君の。やだやだ本当に、どんどん歌いづらい。まあね、そりゃね、我々のなんと6月に東京ドームで 2day 公演をなされるような運営陣が、まあ、すぐってきたえりすぐりの民たちなんでね、知ってたんですけどね、歌えぐいのは。楽しみっすね。楽しみだな本当に。歌ってみたとか出るんだろうな、新人たちの。よし。ロン。九州九杯。レイド君が先輩って信じられない。ね、気まずいよね、なんか。なんて呼ばれるようになるんだろうね。俺もイメージつかないわ。まあ前もちらっと言ったけど、まあ別に全然先輩風を吹かすつもりもないので、真面目な話をすると。全然呼び捨てとかでも、僕としては構わないっすね。なゆた以外。やっぱ結構逆張り戦士なんで、やっぱレイドさん、レイド先輩って言ってた人たちにはそれやめさせたいし、まあ一人だけそれを外れたイレギュラーには、もうめちゃめちゃ体育会系の感じで上下関係をつけていこうかなって。はい、天の弱なんで、うん、